右方向ライナー、万波よく取った、ファインプレー、伊藤を助けました。いやこれはスーパープレーですよね。あの切れながらね、ものすごく距離感取るの、ね、難しい打球だったんですけど、はい、しっかりこう合わせましたよね。この目線のプレーもある中、ね、ナイスプレーでしたね。そうですね、昨日4安打、自身初の4安打の万波。セカンドライナー、ちょっと鶴岡さん、バットの先でしたかね。でしたね。山崎投手がね、しっかりと深くた、サードゴロ、胸、アウト、ボールがそれましたが、タッチアウトです。胸の送球、少しそれたんですが、はい、胸選手ね、しっかりとこうスプリングがそれましたけど、足使って投げましたよね。センター方向への打球、左中間、レフトが追いつきました。レフトの渡辺が取っています。いや乾いた打球音だったんですけどね。いい打球で上がりましたけどね。セカンド、加藤豪介が取りました。スリーアウトです。7回の表、ロドリゲスランナー出しましたが無得点に抑えています。7回の表を終了しています。それではファイターズサッカーお聞きください。セカンドワンバウンド、バックハンドでボールを取りました加藤豪介。詰まった当たりゴロで処理した加藤です。野口はセカンドゴロ。いや今のね、打球処理センターに上がっています。下がっていって、下がっていって、タッチに追いつきました。大きな当たりでしたけども、山野辺センターフライでワンアウトです。こういう当たりっていうのはピッチャーどうなんでしょうか。いや、やはりね、ストレートタイミング。スクイズきた。ピッチャーに投げですが、ボールはアウトだ。ここは今井が素早くマウンドを降りて。ナイスポーズでした。スクイズは失敗で終わりました。今のは前投手のトスの場所ですよね、キャッチャーが一番タッチしやすいところ。初球打ってショートを取った。いやここはショートの源田、あの強い当たりをよくキャッチしました。いやあれを取るんですか、さすがですね。そうですね。しかしこの8回の裏、村林の一発で1点を返しています。ね、あの長谷川バッティングコーチとちょっと似てる感じですね。ショートへ藤岡、おっよくすくい上げました。ショート、今日は藤岡です。ファーストの山口もよく取りました。ショートストップ、うまかったですね。これチェンジアップですかね。まあ、どうでしょうかね。カスティオやはり打ち上げた。キャッチャー佐藤が、おサードか、サードか、サードの最後、あ佐藤が取ってました。ショートライナースリーアウト。動いていきたいと。そして待って、サード強い当たりだ、よく取った、カーセン、おー、はい、ナイスプレー、ファースト中村晃、素晴らしいプレー、ワンアウト。ショこの当たりです。いやこの川瀬、うまくね、アンツーカーの中の球を、その後の晃のこのハーフの中村翔吾、初球攻撃、サードよく取った、安田ナイスプレー、いやこれはスリーアウト。ピンチ逃れました、千葉ロッテ、打ち返したショートへ、井岡打ち取った、ワンアウト。ショートの井岡落ち着いてさばきました、ワンアウト。まだですね、セッターフィールド秋原大成、ボールがですね、はい、少しイレギュラーしてる。
センターに抜けた、あっとセカンド一塁まで上げた、気迫の内野安打、谷原つないだ、はい、つなぎました。そうですね。さあ2アウト2塁1塁、この辺りです。